今夜の経済ニュース最前線は、いやもう本当にね、サプライズです。サプライズがこうこっちで起こったとすれば、はい、そうするとこっちでも起こってるんですけど、気がつくと後ろでもっと大きいのが起こってるみたいな。うわ怖い。サプライズの嵐、はい、ということで、もう今夜はね、もう51ショックぐらい、ね、食らいますね。心臓の弱い方が今夜は見るのは、ね、見るやめた方がいいです。もうここがバカって割れて、はい、なんか出てくる可能性がありますので、はい、お気をつけいただければと思います。お楽しみに。